ワーザーは、香港の競争馬。主な勝ち倉は2016年の香港ダービー、クイーン・エリザベス2世、カップ。2017年の香港ゴールドカップ。香港チャンピオンズチャターカップ。2014年1月に、ニュージーランドでデビュー。オーストラリアのレースでも走り、サウス・オーストラリアンダービー、クイーンズランドダービーで共に2着の実績がある。後に、香港へ移籍する。 2016年には、香港ダービーに勝利。続くクイーンエリザベスにスイカップには日本から、ラブリーデー、佐藤のクラウン、ヌーボレコルトも参戦するなど、好メンバーが揃ったが、結果は2着ミリタリーアタックに4馬進反差をつける圧勝であった。これらの活躍が評価されて2015、2016、シーズンの香港年度代表馬に選出された。2017年にも、 香港ゴールドカップ、香港チャンピオンズチャターカップを制し、香港を代表する中距離馬としての地位を確立した。2018年は、宝塚記念に、ヒュー・ボーマンとのコンビで出走するため初来日。宝塚記念への外国馬の参戦は1997年の、セトステイヤー以来21年ぶりに度目であった。当日は、前走比マイナス27キロという、 大幅な場体減に見舞われ、10番人気の低評価に止まったが、後方大気から直線を追い込んで、ミッキーロケットに首差の2着に入って、世界レベルの実力を示した。同年秋は最大目標の香港カップに向けて調整されていたが、レース4日前に、右前足の故障が判明して、出走を回避し、そのまま現役引退となった。ありがとうございます。